皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。皆さんに、ご報告がございます。数日前でございますが、我が家に一通のお手紙が届きました。じゃじゃん。こちら熊本商工会議所からお手紙が届きました。なんぞやですね。実は先日2月2日に受講いたしました熊本観光文化検定の結果が届きましたよっ、ということでございますが、今回ですね、私、初めての受験で3級と2級を受講いたしました。3級が、いわゆる初級で、2級が中級でございます。熊本もですね、大学時代お世話になった第二のふるさとでございますので、どんだけ私もね、熊本について知ってるか愛しているかを、客観的な指標でですね、表せるということで挑戦をいたしました。さあ、結果どうなったのでしょうか。まずはですね、3級でございます。こちらですね、初級でございますし、点数はですね、7割以上が合格でございます。さあ、私はどうだったかな。じゃん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 、見ますか、合格です。よっしゃ、我慢出しました。自己採点、正式結果はまだ来てないんですが、自己採点した限りは9割型ですね。なんとか取れてたのでですね、なんとかおかげさまで初級は合格できて本当にありがたいです。ありがとうございます。また4月になったら合格者のバッジなどがいただけるということで楽しみにしておりますのでですね、商工会議所の皆さん、ありがとうございました。さあ、続きまして、中級でございますね。2級でございます。こちらはですね、8割の合格が必要なんですね。先日の動画でもちょっと語りましたが、非常に難しくて厳しい、手応えでしたが、さあ、結果はどうなるのか。人事を尽くして天命を待つ。じゃん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 、不合格。夢の坂道はこの葉模様の石畳、まばゆく長い白い壁。やっぱそんなもんでしょうね。なかなか勉強もしかしてなかったですから、非常に悔しい結果となりました。8割は合格ということでございますが、自己採点したところ実はですね、意外と言ってて7割近く言ってたんですよ。多分あと4問5問正解してたら合格してたんじゃないかなというぐらいで、そこら辺がね、甘いところでございました。ですから今回この2級が取れなかったということは非常に反省でもあり、また頑張らなきゃいけないなというところで痛感をいたしました。来年も受けるかどうか考え中ですが、もうぜひですね、この2級はやっぱりリベンジしておきたいですね。はい。ちょっとですね、まだまだ熊本愛が足りないということでございますが、とりあえずですね、地元の大地のふるさとですね、大分学検定また首位を取るということを目指しながら、そして引き続き熊本についてもですね、もっと知って、もっと出会って、頑張らなきゃいけないということを感じました。ひとまずですね、本当拙い個人的な話ではございますが、先日熊本観光文化検定を受けたということをご案内いたしましたので、その結果について、ピンポンになりましたけど、皆様にも、ご報告をいたします。5000円ありがとうございました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。もしよろしければいいねボタンよろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。先ほどですね、見た時点で480名もご登録いただきありがとうございます。もうちょっとで500いきそうです。できればまずは1000を私目指したいんでですね、1000人をどうか皆様よろしくお願いいたします。それではまた。